so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's telling me to stay the night again. And hold on to the words we always said would be forever, forever. Wait another day to clear my thoughts. So jump into a love that won't be forgotten. できるだけ楽な格好で、あとお茶とかも。はじめまして、はい、先ほどもご紹介いただきましたが、立山黒部観光の萩原といいます。つい昨年まではどっかこの辺りの運輸のある程度の責任者をしてたんですが、今はちょっと違うところで働いております。それで、今年アルペンルート全線開業50周年ということで、まあ、いろんな形でイベントをやってるんですけれども、ついこの間の6月の1日がちょうど50周年目に当たる日になりまして、で今日お配りしたこの50年の歩みと書いたものありますが、実際あの50年前の写真っていうのは裏の右下の昭和46年6月1日アルペンルート全線開業って書いてあるのが実は50年前の日の話 で、それよりも近い話は実はこの雪の谷一車線時代しかなくて、それ以外の写真は全部それよりもさらに昔の写真を実はご紹介させていただいてます。まあ、上から順番に言いますと、また表に戻っていただいて、実はあのアルペンルートなんでできたのっていうところから説明すると、戦後になって電力会社さんがこう分割する話になった時に、北陸地方の例えば大きな川、例えば地震川とか黒部川とかは関西電力さんが電源開発されることになりまして、で関西電力が、まあ、昭和26年の電源電力民営化になった時に、関電さんがここ俺ところで開発しても嫌だったから、この奥でダム作って電源開発するわっていう風な意思表示をされてて、でそれに合わせて富山県側でも 北陸電力さんが有峰でやっぱダム作って電源開発するわとかって、でそういう動きの中であの一帯を、まあ、富山県としてなんか総合的になんか開発した方が県民のためになるんじゃないかっていう、そういう考えの向こうに、アルペンルートの一部ですね、立山ケーブルカーと県道の起工式って書いてありますけれども、そういったのが昭和28年に行われています。この県道っていうのは美女平からここから上の茨城でいうと工房までの区間の県道を作りましょう、まずは作りましょうっていう話になってまして、でそこの起工式というか、でもともと今はここからさらに桂台通って道路があるんですけれども、当初はケーブルカーとまずはバスの道だけ作ろうということで合同の起工式がこうやって行われています。で、まあ、ケーブルカーはもともと枕に渡ってこう石を詰めてた道床だったんですけども、それも今はコンクリートになってます。あとは美女平の駅舎、初代のこれで実は3代目の駅舎になります。初代が木造のこういった山小屋風の駅で、2代目のバスターミナルは後ろの左から下2番目のところ、美女平ターミナルって書いてある、これはこっち側にホテルがあった時代のバスターミナルの写真です。で今のやつは今日見ていただけると思うので写真載ってませんけど、ここは3代目のになっています。でまた元に戻りますと、まあ、美女平の駐車場を調整したりとかして、あるいはここのところも全部原生林だったところを開墾してこうバスターミナルとかを作っています。で最初ケーブルカーが先に昭和29年の8月の13日に一番最初にできました。
でバス道路がとりあえずできたのは翌年の8月です。ですからそれまでの間っていうのはここ一生懸命工事してたんですが、それだけじゃなくて雪のある時期はこうやって雪上車を使ってこうソリに工事用資材乗せて運んだりとか、お客さんに紐でこうやってつながって止まってスキー履いたまま運んだりとか、そんなんして道路ができる前でもやってたんですね。だと車両とかっていうのは横にまだ道路がなかったので全部ケーブルカーでバスとかここを動かす工事関係の車両とかも全部ケーブルカーで引っ張り上げて横をこうギュッと引っ張ってっていうことをしてました。でそうやって場所は30年にその右下のこのバスターミナル、下は当然砂利ですし、三角の山小屋っぽい昔の初代の駅舎になっています。で工房までのバス停まで道路ができたのが昭和30年の7月の1日からになります。でその後皆ヶ原までバスが行けるようになったのが33年の9月の1日ということで、だいたいケーブルカーができてからおおよそ4年くらいで皆ヶ原まで行けるようになりました。でこの頃立山のこといろいろ宣伝戦になってまで皇室の方に御田ヶ原ホテルに泊まりに来ていただいたりとか、あとは昭和天皇に来ていただいたというのもありますし、いろんな形で立山自身をこう全国的に PR するためにいろんな取り組みをしてました。そのあたりのポスターっていうのはここにこう出てるやつが、その頃バスだけで営業して立山開発鉄道として営業してた頃のポスターが今こちらにずらっとありますので、ぜひご覧いただけたら、後でご覧いただけたらと思います。特にあそこのそうですね、ます寿司って書いてあるところのやつ見ていただくと、立山の下に黒四ダム完成って書いてありますよね。でダムができたのは昭和38年の8月なので、あれは昭和38年の写真になります。あと、裏の方に行くとおそらく室堂まで到達したのがバスで行けるようになったのは昭和39年なんですけども、その前の年のやつとかもあったりしますので、また見ていただきます。で裏の方に行きますと、村坂はもうまだ一車線くらいしかないくらいの、ね、道幅なんですけれども砂利になります。であと上の小平とか、あと先ほど、昭和33年9月に御田ヶ原までだったんですが、左から2番目の上から2番目のところに昭和38年の7月の15日に天狗の花までの道ができまして、だとその後昭和38年の9月の22日からは天狗平までさらに行けるようになりました。で最後室堂までいつ行けるようになったかというと、その左にですね、昭和39年の6月の20日にようやくここから室堂までのバスで行けるようになります。でそれまでっていうのはとにかく室堂まで行く場合はどこかかんか歩いてかんなんかという、最初の頃は、今日歩いていただいたこの材木坂から歩かれる、ケーブルができればここから歩かんなん、その次は工房から歩かんなんとか、だんだん歩く区間が短くなっては来てたんですけれども、昭和39年にようやく室堂まで行けるようになりました。で全線開業するためには室堂とダムの間繋がないと前線にならないの で室堂まで道路ができたことによって、やっと室堂でまで例えばブルドーザーとか建設資材とか持っていけるようになって、でそれで室堂から先のトンネル工事とかできるようになりました。で黒部ダム自身は昭和38年にできてますし、今は電気バスに去年からなりましたけれども、プロリーバスの運行が始まってます。昭和39年というのがある意味アルペンルートの中でもちょっと、室堂まで来れる、ダムまで行けるっていう、ちょっとそういう時期だったんですね。でさらにそれから5、6年かけて、昭和46年まで7年間ですかね、かけてこの間のところを
作りまして、でそれで昭和46年に全部つながっていけるようになったと。でそれでようやくここから50年経ったんで、今はその手前のお話がこれにはそういうふうに書かせていただきました。でまあ最後は本当ここの部分ですね、あのまさしく昭和46年の6月の1日に全線開通ということ。モニューバス自身は実は4月に開業してたんですけど、やっぱり雪がたくさんあって除雪っていうのがなかなか昔は進まなかったので、除雪が終わった6月の1日が全部行けるようになったということ で、それが昭和46年は6月1日だったんですけど、でそれがちょっとずつ5月の25日になり20日になり15日になり、でちょっとずつ一生懸命こう早くなってきて、今は4月の15日からこの雪の壁を見ていただきながらのオープンという形になりまして、だから昔は、ね、雪のある時期はまあそこまでいかないんじゃというそういう、まあ、時代だったんですけども、まあ、副産物としてあの高い雪の壁が、まあ、全国にとどまらず、あの世界的にも有名な光景として、まあ、みんなに皆さんに会えなかったので、まあ、それが今全く、でもたまにちょっと外国人っぽい方は在日で日本に働きに来てらっしゃる方は未だにお知りになりますけれども、まあね、飛行機の予定というのはちょっと最近無理なので、そういった意味でちょっと地元の方にこうやってぜひ足を運んでいただければというふうに、まあ、一生懸命頑張っています。最後になりますけど、実はこの写真、裏側のこの写真の中で間違いが2つあります。写真自身が間違ってるわけじゃないんですけれども、まあ、写真をこう写す時ならでは間違いが2箇所あります。1つは比較的簡単に見つかるかなと思うんですけど、裏の写真ですね。なんか分かった方いらっしゃいます？はい。あ、そうですね。ムドノターミナルの完成って書いてある写真、実はこれ山の形が反対なんですね。山崎カールがなんかこう南側を向いてるので。これは裏返しです。裏返しになってるっていうのが実は写真として間違ってるところなので、もう一個裏返しになってる写真もあります。ちょっと、はい、あ、そうです。バスの車内からってやつなんですけど、これ左ハンドルになってますあと外から見てこれ山場と号だと思うんですけど、外から見て山って見えないやつが内側から見て山になってるので、これはやっぱり逆さまになってる。一応この2つが間違い探し対象です。私も作った後ありゃって思ったんですけどまあせっかくやし無駄にせんと入ると思って、はい、なんか以上、私からの説明は以上なんですけど、なんかせっかくの機会なんで何か聞きたいこととかもしあったら何でもお答えしたいと思います。はい。ここまで上げてここからどうだね。そうです。雪のある時期にさ、雪上車での輸送ってこう人が運んでる時期ありますよね。この時期にブルドーザーとソリとあとソリに乗せる荷物をケーブルカーで上げて、雪の上だと結局道がなくてもずっと行けるので一度越しまで引っ張り上げて、で一度越しから小山谷をソリでギューッと黒部湖畔までこう滑走させてたらと聞いてます。今プロジェクトエクスターコースしてる。あ、してますですか。この辺見たら、はい、まあ、こういうこと実際やと思って、うん、なんでかと言いますと、ダムの作るために一番大事なその大町トンネル、今電気バスが走ってるトンネルが開いたのが昭和33年なんです。でその33年大町側からだけじゃなくて
当然黒部川からも向かい掘りって言ってこう少しは掘り進めるとか、あとはダムを建設するための調査とかクレーンだとかいろんなものの建設をトンネル開く前からやりたかったものの資材輸送はこういう形でこのケーブルカー雪上車でそれで引っ張ってっていうことをして運んだって。で実はその運んだソリが20年くらい前に美女平の森で発掘されました。なんじゃこりゃって言って、そうなんです、そうなんです、ね、残ってて発掘されて掘り出して誰がこんなもん捨てたやつってすごく怒られたんですけど、ちゃんとそれなりの、そうですね、私現物見ましたけど、そうですね、これくらいの大きさの、まあ、ブルドーザーで引っ張れるくらいの大きさのものでした。お待たせいたしました。13時ちょうど発で昭和33年にトンネルが開いたので本格的にコンクリートの材料とかいろんなものがこうスイスイ入ってくるようになって、それで一生懸命ダムが作れるようになりましたし、さっき室堂までハイヤーで乗って33年に三田ヶ原バス停ってありましたけど、この頃には室堂まで関連さんが先行して作ってらっしゃったジープで長上がれる道っていうのができてたの でそれを関連さんはもうトンネルできたから富山県にあげちゃって言われて、富山県はそれをもう関連さんから譲り受けて、でそれをベースにこう拡幅するような工事をしてかれたと聞いてます。すいません、つい先日までは残ってたんですけれども、とある事情でそれなくもうなくなってご覧いただくことはできなくなりました。関西電力さんにお知らせしたらぜひうちでも展示したいからって言ってすごく喜ばれまして、一度大町の小木さんの駅まで出張していたこともあります。そうですね、美女平の駅舎で、多分昔は冬の間もここに人が常駐してて、ちょっとずつちょっとずつ除雪とかもして、多分3月の20日過ぎくらいにはもう多分山の上に行けるような、そういうことをやってた時。だってまあこういったことをいろいろ調べて分かった話なんですけど、うちの高原バスにはバス停としていくつも実はあって、まあ、実際駅員が配置してて乗り降りしてもいいですよって言ってるのは三田ヶ原と天狗平と、あとは八郎坂が開けば工房って言ってるんですけど、それ以外にもいくつかバス停あるんですね。でも例えば天狗の花までしか行ってない時期とか、当然そこにバス停あるわけじゃないですか。あるいは追い分けまで道路ありましたって言えばそこに当然バス停ありますし、あと手前の上の子平とか船坂とかいくつか柿見台とかいくつかあるのもおそらく道路の除雪がそこまでしかしてなくてもスキーヤーをこういう形で運ぶっていうことをしてたので、スキーヤーの方たちをそこまでバスで運んで、そこから雪上車でさらにって行った時にそこにやっぱバス停を建ててったと。そのための、まあ、今はそういったことはできてないですけども、まあ、そういうためのバス停が未だにちょっと残っていたと。結構その50周年になった時にいろいろとちょっと、まあ、会社としていろいろ資料整理してなんか紹介できるものをっていうことをちょっとたまたま手掛けてたので、まあ、こういった写真を、まあ、ちょっとお出し。ホテルはこの杉みたいに立っているところのさらに右側にホテルがありましたですね。はい。貨車といいますか。はい。あれが昔アコニアのバスですと。
そうです、はい、で小平の駅に上がってくると、うん、下側に横取りにずっと続いたところを動かしてそこから搬出というか、はい、取ったって聞いたんですけども、はい、そうなんですか。そうです、ああそうです、まあ、もしよければそこまで行けば説明は。ちょっと石垣があったり新たに作ったりしてちょっと見えにくくなっているところはありますけれども、基本的にはケーブルカー自身ここまでこう来ているので、ここからは北海に向かってこう斜めのまんまスライドさせて、であとここあたりのウィンチで風をビーンと引っ張り上げて、でこの平らなところまで引っ張り上げたと聞いています。どうぞどうぞ。で今はこれ警察車両が引っ張られてるやつが、このビジョ、です表の下から2番目の左側と真ん中の写真ですね。これが立山での車両運搬、真ん中が美女平での車両運搬という形で、まあ、バスではなくて警察のジープなんですけど、まあ、これもこういった形で引っ張り上げる。あってのが流れてたまった石でしょうね、うん、こうで三田ヶ原のとかあと室堂平のこう石畳のあのところを見るとまあこうなんか薄っぺらいこうなんか挟まったこう石がでそういうので石畳でって言ってるんですけども、それなんかそうやって熱いね、こう石とか火山灰が当たった土石流が熱い時にギューッとすごいね分厚いんで下の方なんでギューッとね押されて、いやもう熱いからベタって。ね、潰れやすいので、でそうやって、ね、できた洋服業界の、ね、土がよく見られるんですけど、ちょっとはっきりしないですけど多分これなんかがそんな感じなのかなって、ちょっとこの石が、ね、こう扁平でペタって崩れてでこうちょっと縞状になってるから、多分こっち側にぐーっと圧がかかって、でそれでこう石がこういう形に潰れてこういう形になったのかななんて見てますけど、こういう小石と火山灰が固まってできたそういう大地です。ここら辺は花崗岩で、立山の、ね、あとかあそこら辺の石はこういう鉱物なんですけど、それがなんでこんなところにあるのか。はい、ということで、また外回るので、まあ急な登り方ないですけど、ダウン微妙にあるので、もし苦しかったら待って外していきましょう。でちょっと時間をしてるので、話して、こう、美女平の自然のことというか森のこと、ちょっと分かりやすいところを奥の方に行ったところで、話いろいろしたいと思います。めんどく時間かかる。